あの英雄王にこうも簡単に会えるなんて、俺たちもなかなかのもんじゃないか。いや、あれは父さんや母さんの力で、俺たちが認められたってわけじゃないよ。お、なんだカエル、やけに冷静じゃないか。いつもなら真っ先に浮かれてるはずなのによ。へへ、旅をして俺もちゃんと成長したのさ。って、本当は昔、誰かに同じようなことを言われた気がするんだよな。まあ、いつかお前自身がちゃんと認められるようになるといいな。え、父さんや母さんもすごいんだろうけど、短すぎてなんかいまいち英雄って感じがしないんだよな。じゃあお前はどういうのが英雄だと思うんだ。ウッドローさんもそうだけど、やっぱ天地戦争時代のソーディアンチームかな。ディムロスさん、アトワイトさん、クレメンテさんにハロルドとか、なんか伝説の英雄って感じがするじゃんか。ハロルド？ハロルドってハロルド・ベルセリオス博士のことか。あの人は科学者だから英雄とは言えないんじゃねえか。ああ、そっか。でもハロルドって科学者っぽくないような気がするんだ。はあ？何言ってんだお前。それにだ、なんでハロルドだけ呼び捨てなんだよ。他のメンバーはみんなさん付けで呼んでるのによ。なんでだろう、なんかその方が自然な感じがしたんだけど。ウッドローさんってすごいよな。俺も大人になったら自分の王国作ろっかな。カイル王国か。なんか1年くらいで滅びそうな名前だよな。お、なんだよ、カイル王国はすごいんだぞ。まず毎日が休日で、いつでもお祭りをやってて、めんどくさい決まりなんて一つもないんだ。好きな時に食べて、好きなだけ遊んで、夜更かししても怒られないし、朝は早起きしなくていいし。確実に3日で滅びるな。ラグナイ席に行ってみよう。ラグナイ席に行ってみよう。